12時に公開されたシーラカンス。センターはしょげこでしたね。フォーメーションです。人気と期待を反映したのかなぁと勝手に推測して納得してます。順当感はありますね。フォーメーションと MV と曲に対するお日様の反応は？ウルラズからかなりフォーメーション変えてきたな。かなり人気に沿ってきたな。ウルラズの時はしょげこ、カオリン、リナシゆっくり育てていくのかと思ったら急に前出すのね笑い。議論する必要ないフォーメーションサビに空手っぽい振り付けあってこだわり感じた。空手は絶対しょげこセンターだからだろうな。ここのカオリン可愛すぎる。白い章から青い章への転換、めちゃめちゃエモい。まるで何にも染まってなかった4期生が日向坂に染まっていくようだ。なんだこの主人公感、本当に未来しかない。ありがとう。みなしフロント正解すぎる。にしてもエモいお菓子に使っちゃうのってのが秋元康史感強い。エモい感情をエモい歌詞で表すのが康史の仕事じゃないのかよ。ストレートすぎて笑う。よかったらコメント欄で皆さんの意見を聞かせてください。